You're listening to Shibuya Cross FM. エンドウのぞみのハッピーアワーフライデー。さあということで始まりました、エンドウのぞみのハッピーアワーフライデー。この番組は日本わちゃちゃというアイドルグループのリーダー私遠藤のぞみによるラジオ番組でございます。もう遠藤のぞみとにかくお酒が大好きでございまして、ファンの方からはアイドル界の肝臓お化けと呼ばれております。そんな肝臓お化けがあなたの花金タイムにアイドルっぽくない関西色強めのほど、トークでお邪魔させていただくという番組でございます。ぜひ放送中 SNSX の方でぜひぜひポストしてください。皆様の投稿も見ながら本日も2組のゲスト様と楽しく放送を50分間させていただきます。よろしくお願いいたします。さあということで、もう早速1組目のゲストの方々来ていただいております。本日1組目のゲストはこの方々です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。元気いっぱい。ありがとうございます。じゃあまずちょっとグループの自己紹介からいいでしょうか。はい、自己紹介、マンガレットクルメマイム、演劇パープル見残しひなた、音ゲーグリーンナミヒミナ、ドロータイエローひとせまなか、コスプレブルー青バルイ、陰キャ戦隊破天荒ヒロイズムでーす。よろしくお願いします。お願いします。さんにね本日来ていただきましたけど、もうずっとSNS 見てめちゃめちゃ、ね、気になってたんですよ。思いますなんかね、こう最近のアイドルってもうコンセプトあるのが当たり前、ね、はいはい、個性あるの当たり前やけど、はい、こんなに SNS 見てるだけで、はい、何このグループって思ったり。本当ですか。そう、めちゃくちゃ一人ずつ今ね、はい、もう自己紹介軽くしていただけただけでね、はい、どういうことどういうことってめっちゃツッコミポイント全員やったけど、そうね、もう全員すごいから、今日何人で来てくれるんやろ思ってたら、はい、ね、皆さんで来ていただいてありがとうございます。まずちょっとね、初めての方とかもいると思いますんで、はい、まずグループ自体が、はい、陰キャ戦隊、陰キャ戦隊ということで、陰キャ戦隊ちょっとなんかこう、はい、コンセプトのなんかこうちょっと細かいの聞いていいですか。細かいの、はい、陰キャ戦隊、私たちサブカルオタクなメンバーが集まってるんですけど、はいはいはい、みんな陰キャなんですよすごくで、陰キャの居場所を広げるためにライブ活動をするっていうのが私たちのコンセプトになってます。なるほど。こんなに明るいのに、はい、今この手振ってすごい笑顔を振りまいてくれてるのは営業でございます。頑張ってます。あんま言わへんのよ営業されたんだなってなってるから家帰ったらもうこういう感じ。もうこういう感じ。家帰る過程でもなんならこの扉開けたら、いやもうそうですね。そうやね。だって今日それこそね、はい、現地入りしてくださって、はい、ね、本当に初めてちゃんとお話しするの、はい、今日初めてなので、はい、おはようございます、はい、で今日よろしくお願いしますって言ったら、はい、もうさっきの100分の1ぐらいの声の小ささ本当びっくりした。あ、こんな元気なんや。そうなんです。実はいやいやいや、でもなんやろね、うちもそうなんやけど、はいはい、うちも一応お笑い特化型っていう、はいはい、コンセプトやってて、はい、そのグループ的にはもうお笑いやります、もう笑わせます、はい、ライブもずっとテンション高い、はいはい、でもうちもメンバー5人なんやけど、はい、全員裏陰キャなんよ、はい、ですか。うちもまあ陰キャ戦隊やなと思うけど仲間ですね。そう、ただその個人個人のね、はい、ただの陰キャじゃないじゃないですか、はい、そうですね。ね、ちょっと もう一回一人ずつ細かくちゃんと聞いてっていい？はい、はい、まず、はい、私がマンガレットクルメマイムと申しまして、マンガレット、はい、漫画が描けるんですよ私。え、マン漫画をどういった漫画、少年漫画も描けますし、デフォルメのキャラクターがすごく得意で、はいはいはい、ライブ中に40秒でお客さんの似顔絵を描いてプレゼントするってのをやってます。それめちゃくちゃ嬉しいし、すごい特技よね。ありがとうございます。え、でもライブ中にそのお客さん描くことあるの、はい、お客さん毎回描かせていただいてます。それ、いやちょっと紙とペンも用意してない確かにめちゃくちゃやってほしかったな。すごい。じゃあなんかこう演出として、はい、
そのお客さんいっぱいいるじゃないですか、はい、どうなんか何で決めるとかあるんですか、まあ、お子さんがいるあの野外のイベントだったらお子さんメインで、はいはいはい、確かにそれ嬉しいな、なんかこう歌のお姉さんじゃないけど、はい、そうですね、ね、顔が似顔絵描いてくれる、はい、描かせていただいてます。まゆみちゃんがもう漫画家さん、はい、漫画家でございます、はい、じゃあこう行こうか、はい、はい、じゃあ、あ、私ですね、はい、はい、音ゲーグリーンの波ひみなでーす。よろしくお願いします。音ゲーってね、なんかこういろんな、はい、まあ、ゲーマーとかあるけど、はいはい、その音ゲーに特化してる。そうですね、音ゲーが結構好き。それこそゲームセンターの、うん、まあ、みんなが知ってる、知ってるかな、太鼓の達人とか。知ってるでしょ大体知ってるよそう、すごい、あのどうしよう、知らんかったらと思ってめちゃくちゃどうしようと思ったけどよかったです。はいはいはい、あ、そっか、太鼓の達人も当たり前やけど音ゲーになるか。そうなんですよ、うん、あと、うん、もうスマホとかでもなんか一時期みんな入ってたピアノタイルとかって知ってますか、なんか鍵盤が落ちてきてみたいな、はいはい、そういうのもやるし、うん、まあキャラクターもののなんかアイドル育成のリズムゲームとかもやったりとか。アイドルのね。あ、そうです、そういうアニメのやつとか、はい、とかもう好きでめちゃめちゃ音ゲーグリーンとして名乗らせていただいてますね。そうです、なんか反射神経、あれ、ね、動体視力めっちゃ良くないと、反射神経と、なんかね、好きやからやりはするけど、はい、それこそのピアノの鍵盤、はい、降りてくるやつとかも一生なんかあの不協和音に、めちゃめちゃホラーの音にしてしまう。ゲーセンとかで、はい、こんなんしてる人、はいはい、前々のなんか洗濯機みたいなやつですよね。あ、そうそうそう、あります、ね、ああいうのもやりに行ったりとか。やりに行ったりしますね。全然 また違うんですか、その携帯のこういうのと。携帯だともうここなんですよ、いかに指を早く動かせるかなんですけど、はいはい、ゲームセンターだとなんと体が動かせるんですよ健康的じゃないですか。運動になる。あ、はい、そうか、引きこもりじゃない、陰キャか。あ、そうなんですよ、勝手に引きこもりしちゃった陰キャとしてもでも合ってます。ゲームセンターに行くためだけには外出るんで。あ、はい、そっか、じゃあ唯一の外出手段。そうです、そうです、大事だ、唯一の。だいたいライブかゲームセンター行くかしか外に出ないので。へ、いや、音ゲーってね、面白い。まあ、でも本当にそういうの好きな人からしたらね、うん、そのなんか専門的な話したくても。そうなんですよ、ね、なんかゲーマーの人で大体なんかのゲームに特化してる人、はいはいはい、ポケモンゲームが好きみたいな。そうですね、なるほど。あ、そう、うち ね、あのヤグラっていうメンバーがね、まあ、でもカードの方、うちはポケモンカード、そうそうそう、ポケカが好きで。すごい、いや、だから趣味あるって強いなって。いや、ほんとですね、ね、楽しいです。趣味がないんよみんなその、まあ、これからね、自分で言うけど、はいはい、趣味がちゃんと好きなもの、そうですね、そうですね、本当になくて、でもお酒が趣味なんですね。お酒はもう生きがい、生きがい聞こえちゃったんですね。ライフご飯と一緒みたいな感じですね。もう本当にあの酸素吸うの、酸素と一緒すごい、呼吸するのと一緒、大事だ。そう、素晴らしいです、ね、じゃあみのちゃん行こうかな、こう行こうかな。お、はい、私、演劇パープルみのこしひなだと申します。演劇パープル、はい、演劇見るのも好きですし、自分自身がお芝居をもともと子役からやってて、自分でお芝居したり、するのも好きですね。なんかいい声で喋るもんね。そうですよね。ですか、ありがとうございます。そう、なんかあの舞台やってる人のねありがとうございます、声でしゃ、嬉しい。すごい、その、本当に舞台経験が、はい、本当に、昔に、はい、のわちゃちゃで一、はいはい、回呼んでもらったんですけど、はいはいはい、舞台ってなんであんな長いセリフ一言めっちゃ怒られません怒られますね。なんかわちゃちゃってお笑いやから、はいはい、コントとかはするんですよ。はい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 、コントってその時のアドリブもあるし、あ、そうですね、なんかそんな別に一言一句台本覚えなくていい、うん、そうですね、はい、なんかもうすごいね、はい、語尾までちゃんと完璧に言わんとダメじゃないですか。そうですね、まあそういう演出家さんにもよるんですけど、初でかいな、あれ。そんなこと言ってないですよ。あの人によってね、コンセプトが違いますから、舞台もね。そうそうそう、なんかこうね、うん、これを喋ったら次これがあるから、うん、あ、そうですね、そう、絶対に一言一句やってほしいみたいな、うん、すごい、でも子役から、はい、そうですね、本当にお芝居してる人にむちゃくちゃずっと気になってて聞きたいことあるんですけど、もう本当に単純なんですけど、はい、台本ってあれどうやって覚えるんですか台本は、まあ、人によりだと思いますけど、はいはいはい、私はもう耳で聞かないと覚えられないので、友達とかと一緒に読んでもらって覚えることが多いですね。あ、協力戦、うんうん、なるほどね。それでも勝手なイメージ、はい、本当申し訳ないんですけど、はい、
あの陰キャでも友達いるんですか、ね、珍しいタイプ、珍しいタイプ、いや、はい、一人とかですよ、一人とか二人とかの少ない友 達、 友達いないぞ、友達、そうですね、あ、消えましたねなんか、あ、後ろ二人は、ね、手挙げてないわ、いや、挙げてます、挙げてます、挙げてます、裏切り者か、ちょっともしかしたら陽キャ、隠れ陽キャがあスパイか、スパイ、スパイ、スパイ、陰キャのスパイありますね、ちょっとねじゃあ、ちょっとお隣行きましょうか、はい、はい、ドロータイエローの人瀬真中です、お願いします。真中ちゃん、ここに来てドルオタ、はい、アイドルオタクでございます。アイドルやってるけどアイドルが好き、はい、そうなんです、もともとアイドルが好きで、そっからあのアイドルに興味を持ちましてアイドルになりました、ちなみにそのお好きなアイドルさんとか聞いて大丈夫なんですか、はい、あ、めちゃめちゃ好きなアイドルさんとかは、はい、イコールラブさんっていうグループだったりとか、はいはいはい、はい、王道が好き、そうですね、王道めちゃめちゃ好きです、あ、ほんならちょっと仲良くなられへんわ、いや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 、逆言っちゃってるからどうしよう、わちゃちゃさんもめちゃめちゃ面白くてすごい好きです、はい、この前チェキ取りに行ってたね、あ、そうなんです、いやもうモズピさんとチェキを取らせていただきました、ほら、うちの王道がおるから王道が来られへんけど、王道好きなんバレました、お笑い担当来られてませんけどあれ、ヤグラと遠藤は今度取りに行かせていただきます、ボケボケ来てないぞ前回ちょうどのぞみさんとチェキも取りに行こうってなった時に、はいはい、多分このノゾハッピーだったのかなの、はいはい、途中でこうお一人こうさささっていなくなられちゃって、すいませんね、ちょっと忙しくてさすがというところだったので、忙しくてすいません、えー、え、じゃあもう結構イコラブさん、ね、どのぐらい行かれてる、行かれてるというか好きになって、どのくらい、結構もう本当に在宅が多くてやっぱ陰キャなんで、そうなんですよ現場に行ってわーみたいな、そうなんですよね、ではない、現場に行っても端っこの方で後ろの方で、うん、ってしてるような勇気出して言っても、そうですなんかでも案外言ってなかったんですけど、はい、アイドルなる前、わちゃちゃんなる前、はい、あのちゃんとイコラブさんデビューした時が好きで、ほんまですか、あの現場行ったりしてたから逆に合ってるかなと思ったんですよ、はい、あ、どこかで、ね、在宅在宅在宅です、まあね、配信とかいっぱいやってくれるからね、あ、そうです、イコラブさんね、はい、そうなんですそっか、ね、さあじゃあ隠れ陽キャ行こうか、はい、陽キャではない、僕がフレンド多いのはやっぱり僕、はい、北の王国出身だからやっぱ北の王国、はい、北の王国出身、まず名乗れよえ、でも自分の名前名乗らなくても全人類知ってると思って会話しますから、ね、そうです、北海道から来はったってこと、あー、まあそういうことになりますまあそういうこと、来たらへん、はい、彼はコスプレブルーなんですけど、はいはい、青バルイというオリジナルキャラクターになりきって日頃、もうなるほど、だからつけてきてくれてるんや、そうなんです、優勝正しき王冠らしくて、そう、でもなんかね、はい、これ、いつも衣装は、はい、ジャージ、ちょっと進化したジャージみたいな、はい、ほぼこれみたいなもんですよ、はい、これをもうちょっと派手にしたような服を着てるんですけど、はい、そう、多分今日ね、あの、はい、ラジオやから多分みんなジャージ着てきてくれたんやけど、ちゃんと、はい、ウィー君だけちゃんとあのしてくれてる、アーバルを作ってくれてるからこその、はい、ジャージとの浮世がね、衣装もジャージなんだけど、衣装忘れたんて、そうですね衣装忘れちゃったから、ゆうくんがみんな合わせてあげたみたいな、いやでもすごいコスプレイヤーさん、はい、それはなんかこう今まで好きなアニメのコスプレするとかではなく、もう本当にルイクを作ってるの、もちろん僕もやってるんだけれども、はいはい、鬼滅の刃が好きだからコスプレをしたりね、ちなみに何のコスプレしたりとか、ちなみに今やったことがあるのは胡蝶しのぶちゃん、僕の一押しだからね、うん、すいませんちょっと舐めた口を聞くんですけど意外、でも思ってた、ちょっと斜めやったから、はい、そうなんです、すごいなんかね、あのかっこいいやつを、はい、ま、やってるんかと思ったら、まさかのどちらかというと狩野英孝さん寄りのものだと思っていただければ、まだ話変わってくるいろいろ話変わってくる、はい、いつか狩野英孝さんもね、やってみたら、そう、そう言ってたら喋り方全部ちょっと鼻についたイケメン言い出すバカバカなところもあります、絵がバカバカ言われてる、アフタヌーンティーが好きって言うから、どんな紅茶が好きなん、私も紅茶好きなんで聞いたら、はい、ゴーゴーの紅茶かな
やっぱアフタヌーンティーだからね、はい、あれえ英語にしたらアフタヌーンめっちゃおもろいやんそうなんかこうどっちかやるなと思ってもうすごいこう世界観あって、はいはい、もうこのなんかこうキャラめちゃくちゃ押し付けてるなんかあるじゃないですか、はい、もう絶対なんかある意味あんま触れすぎたらあかんみたいなじゃないんやね、安心した、はい、すごい突っ込んで大丈夫、はい、大丈夫です突っ込んでいっていただいて、いやすごいもう個性たっぷりすぎてほんま自己紹介で終わりそうな5人やけど、はいはい、どうやってこんななんかこうすごい個性たっぷりに素晴らしい5人が揃ったんですか、まあ、私が一応プロデューサーもやらせていただいてるんですけれど、ね、むちゃんが、はい、まずオーディションをやりますって言った時にこの人が応募してきてくれて、はいはい、えそのオーディション自体はなんかもうスタートから陰キャ来てくださいやったんですか、いや当時はあのロックアイドルを使いたいガバガバだったスタートからガバガバでしょ、ガバガバなんだよね、そうなんです、ロック系アイドル募りますって言ったら来てくれたんですけど、うん、なんか集めるメンバー集めるメンバーロックじゃねえなって思ってそうですね、私も最初オーディションでこう面接させていただいた時、うん、とにかくやりたくて、うん、もうロックともロックもかけ離れとりあえずやりたくてとにかくやりたいんですって気持ちのパッションだけで伝えたらこんな感じになって、うん、そうですね、やる気だけはあります、はい、何でもいいですこだわりないですって言ってたんで、はいはいはい、じゃあロックじゃなくてもいいかめっちゃめちゃおもろいな、はい、もうじゃあなんやろな、はい、インナちゃんがこっちの路線に変えたみたいなところあるみたいなところはありますね私がまあそういうでも、ね、世界を作って、はい、うちもほんまにまゆむちゃんと一緒で、はい、まあ、プロデューサーではないんですけど、はい、その今のプロデューサー社長とのぞみがこう、はい、まあ、アイドル立ち上げようってなって、でも最初オーディションももちろんしてて、その時はあのビッシュさんみたいなプロデューサー一緒だ一緒ですね、ああいうね既視感がすごいですね、ロックな熱い、はいはい、もうそれこそ大きな舞台に立つぞ、うん、ですよ ね、 ねえ、もうあのそれこそ番組にも呼んでもらえて、はい、なんでやろね、なんでしょうねね、ロックを目指すアイドルはこうなる、こうなっちゃうんだ、うん、それこそプレデビュー中はプロミスザスターやってましたからやるつもりやったらそうだからなんかもうスタートから生きてあかんよね、間違いないです、未だにあれですよね、破天荒ヒロイズムの次のライブこれですよの告知のハッシュタグ、はいはい、破天降臨ですよね、破天降臨、生きちゃってんだよな、生きちゃってますもんね、そうでもその生きにもボケみたいになるからねなりますね、ね、はい、で、ひめなちゃんがまず最初に決まった、はいはい、最初に決まりました、うんうん、でその後、まあ、最初に決まったというか、まあ、ここがあの前世が一緒なんですよ、はい、前のグループがね、なるほど、一応誘ってて、うん、まあ、人も集まってきてるし、あの事務所の先輩も優しいしどうですかと言ったら渋々事務所の先輩大事よ、はい、ね、まあ、渋々いいでしょうと、まあまあ良いでしょうその時はまあまあまあね、まあ、まあいいでしょうということ で、 、うん、はい、で最初この3人でやってまして、うん、でそこにあの、ね、応募してきてくれて、はい、まあ、あの関西に住んでたんで、はい、そうなんですよ、兵庫県出身で、はい、同じや関西、そうなんです、それがちょっと関西弁で喋ってくれてるのがなんかもうすごい耳が嬉しくて、もうでもイコラブさん言ってはるからね確かに大変だ大変だ、イコラブさんはるからねそうなんですよ、なるほど、あ、じゃあ順番にこう、はい、オーディションでは決まっていった、そうですね、で、狩野英孝さんは、狩野英孝さんはあの元々事務所の先輩グループに入りたくて、うん、来てくれたんですけど、ちょっと持て余すんで一回面倒見てくれちょっと許可が下りなかった、どうしたら弾かれた弾かれて落ちてきました言い方よ言い方、やっぱ降臨してきた、降臨してきた、前降りて、ね、前降りてきた、やっぱ僕が必要だろうと思ってね、最後のメンバーこれかっていただいてます、いやでもその奇跡のね、はい、あの最後前降りがあっての、はい、この5人やから、そうなんです、はい、いいよね、でもう、はい、じゃあこんだけ、え、もうたまたまじゃあ、はい、順番に入っていったら、はい、好きなものがあって、うん、はい、じゃあこういうもコンセプトの方がいいんじゃないかって、そういう感じで、はい、やらせていただいてます、素敵ありがとうございます、素敵、え、じゃあお名前はもともと、はい、なんかその破天荒ヒロイズムっていう名前は、はい、まあ、でも最初から破天荒チルドレンって名前で最初はちょっと子供たちちょっとあのまだこれからどう成長するかわからないようで、うん、はい、これからちょっと破天荒なんとかって生きった名前にしようと思ってたんですけど、はい、まあいろいろあって、そうなのよ、最初名前ね、生きりがちよ、生きりがちなんです、でも日本のウイルススタートやウイルスみたいになんかこういっぱい感染したらいいねみたいな感じで名前つけて、デビューした1週間後にコロナ流行って、はい、
炎上商法だって言われてそんなわけそんなわけあるかいどってそうめちゃめちゃ叩かれたところからスタートして、普段じゃあライブどんな感じなんですか？ライブ普段はですね、あのこの人がアクロバットをするんですよ、はい、そうなんですよ、すごい意外な、そうだって家で引きこもってたのに引きこもってたんですけど、音ゲってそんなに激しいそんな爆中しなきゃいけないのかそうなんですよ、ね、まあ過去にちょっと新体操をやっておりまして、まあ家じゃなくて体育館に引きこもってたんですよはい、それの影響でちょっとあのそのそういった動きをね、うん、もうステージ上で活用させていただいてまして、あ、じゃあライブ中なんかそういうのやったりする、はい、そうなんですね、リボンやったり、あの回転したり、回転回転したりとりあえずぐるぐる回ったり、あと新曲ではね、はい、あの、うん、ノアルタカとマウンテンゴリラっていう私のセンターの新曲をね書いていただいたんですけど、はいはい、そちらの感想では、まあ、ちょっと音ゲーっぽくこう右左上下ってコマンド入力していくよっていうのがあったりとか、めっちゃ楽しそうあ、 ありがとうございますねえ、オタクのねあの肩も、はい、なんかボケ防止になるしね、ぜひ普段やらないようにしていきましょうそれやってたらね、はい、でもすごいな引きこもり、でもちょっと似てるかも、遠藤のぞみもね、あのアクロバットまでいかへんけど、はいはいはい、なんかライブ中めっちゃブリッジしたりとか、そうですよね、なんかしながら歌うみたいな、はい、あれなんかね、なんでできんのみたいなよう言われたりとかするんやけど、はいはい、なんかもうこんな感じやけど、はい、のぞみもむちゃくちゃの引きこもりで、はい、まあ、それこそ家でずっとお酒飲んでる、はい、ここのグループ6人目におったら引きこもりある中引きこもりある中、はい、お酒飲んだりとかしながらアニメとかそれこそ見るんやけど、はい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 、漫画とかなんかこう体しんどなってくるから、ね、それこそブリッジとかしながら読んだりとか小さい頃からしてて、はい、だからその良くない引きこもり習慣がいやそうなんですよ、そう体柔らかくしたり、アニメ見てそうあ好きってその感情のままブリッジ行ったりとか、そう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 、そこ通じることあるんだでもこんだけ個性強かったらね、はい、そうグループとしても強いけど個人でお仕事もらえるかめちゃくちゃいいよね、ありがとうございます、ね、大人の皆さんぜひよろしくお願いいたします、皆さんぜひ、いやいやちょっともうほんまにむちゃくちゃね、はい、今日来てくれるの楽しみにしてて、いろんな話、ね、聞きたいな思ったけど、はい、ほぼ自己紹介で終わるっていう ね、まあ、そうなりそうやなとは思ったけどそうこのちょっとラジオの裏コンセプト的なのが実はありまして、はいはい、もう25分しかないから今日本当にね、はい、一人一人しただけでちょっと終わっちゃいそうなんですけど、はい、このラジオを通じてはい、みんなに知ってもらうというよりかは遠藤のぞみがラジオ口実に読んで、はいはいはい、仲良くなりたいなっていうのが嬉しい、友達少ないんで嬉しいですそうありがとうございますあの陰キャ同士、はいはい、なんかもう本当にこれ出たらのぞみこんなうるさくないから声もっとちっちゃいから、はい、なんかねそう今後もしよかったらね、はい、なんかそれこそ全然あのホームパーティーでいいんで、やいいのでのあれやったら外はちょっと外はちょっとなんかみんなでねそれこそなんかゲームしたり、はい、ゲームしましょう、ね、アニメ見たり舞台見たり、はい、乾杯もぜひぜひ今後もちょっと仲良くさせていただいていいですか？ありがとうございます。ぜひちょっといろんな趣味を共有したい、実はもう隠れもアニオタやしBL好きやしのいっぱいあるんで、素晴らしい、ありがとうございます、嬉しすぎる、お願いいたします。でちょっともう本当にあのこれはもういいよ、もう2の次でいいんですけど3月31日来年に、はいはいはい、わちゃちゃが武道館でワンマンライブあるんですよ、うん、で本当やったらね事務所さんでお呼びさせていただくんですけど、はいはいはい、じゃなくてもうちょっと遠藤のぞみの陰キャ友達やね言うて、ちょっと5人をお呼びさせていただきたいんですけど、招待させていただいてもいいですか？ぜひよろしくお願いします、ありがとうございます、友達友達、ひろいずまさん招待成功です、嬉しい、やった。でもなんかなんだかんだ絶対全員趣味合うから本当にそう本当にちょっとラジオで逆にできひん恋、はい、誰がわかんねん話したりしましょう、ぜひ誰がわかんねん話したり、ぜひぜひぜひ、はい、お願いいたします、これ皆さん入れる、どうもありがとうございます、ありがとうございます、いただきました、ありがとうございます。ちょっと今日仲良くなった記念に、はいはい、ぜひぜひこれ30枚ちょっと限定でありますんで、よかったファンの方とかに配っていただいて大丈夫なんで、これ無料で招待で入れる、そう来週ぐらいからねようやくチケ発するんで、まだなんです、そうなんですよ、
で高い席3万とかなんで、あの無料でぜひ皆さん来てください。みんな友達になってね。私がこれももらえますもらえるかもよ。これを記念にね1枚も減らないんじゃないか。おいやめろやめろいいでしょそれはそれでまあもういいわいやでもまだまだちょっとお話ししたいとこですけど、はいはい、お時間と近づいてまいりましたので、はい、何かあの告知とかもしあれば、はい、はい、はい、ドロータイエロー一瀬真中、11月の11日月曜日にサウンドノート秋葉原さんってところで、はい、誕生祭を開催させていただくことになりました。おめでとう、ありがとうございます。でこちらの手売りチケットが今3,000円なんですけど、はいはい、もう販売中ですので、よかったら特典会とかビラ配り中とかに、うん、よかったら受け取りに来てくれたら嬉しいです。お願いします。行きましょ そう、さっきかなんかもう配ってましたね渋谷。あ、そうですね、結構ビラ配りとかもしてるんですか普段。あの普段渋谷とかはあんまりなんですけど、うん、フードフェスによく出させていただいてて、はいはいはい、フードフェス内でよくビラ配りさせていただいて。フードフェスに呼んでるなんでや。ご飯が食べたくてご飯が食べたくてご飯と一緒にそれ食いしん坊担当なのにまあでもね、お誕生日会、はい、行きましょう。よろしくお願いします。方が大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、ちょまたね、あの、はい、ライブとかのご一緒させていただく予定でございますので、はい、はい、え、マジであのほんまにライブ早見たい、はい、めちゃくちゃ見たい、音ゲーやりたいも一緒にやりたいし、あのステージ上の狩野英孝さんめちゃくちゃ見たい期待して、期待してて。ということでね、またちょっと、はい、多分うちのファンもめちゃくちゃ好きやと思いますんで、ありがとうございます、ね、今度ライブご一緒しますのでね、はい、一緒に見に行きましょう。ということで本日一組目のゲストは破天荒ヒロイズムの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。雨の中ありがとうございました。ありがとうございます。出口こちらとなっております。今度後でホームパーティーの日決めよう。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、ほんまに陰キャ集団と思われへんぐらい元気いっぱいの5人でございましたけれども。ということでね、本日2組目のゲストなんですけどね、もうすでにちょっとね、個人的にも仲良くなっておる方なんでございますけれどもね、ちょっとお呼びしたいと思います。本日2組目のゲストはこの方です。どうぞいやそんなあのお笑いの一歩目やんのやめてよいや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 、さあもうこっからはもうプライベート会やでプライベート会話ということで、あ、持ってきました。イエーイ、最高、ありがとう、待ってましたよ。さっきね、実はあの本番前にもね、はい、ちょっと飲んでお前ちょっとだけ赤い赤いえ、ちょっと痛ね、痛ね、痛 ね、痛ね、あ、いい音だ、あ、いい音、あいさー自己紹介より先乾杯、いただきます。皆さんお疲れ様です。このラジオやって2年半こんだけ喋らんかった15秒間なかったぐらい今質問だまあ、ありがとう。さあということで、はいはい、飲みながらやりますけれど、一旦自己紹介いいですか。はい、キスビー、そして YouTube では裏キスから来ました藤井優衣です。お願いします。来てくれました、ありがとうございます。いやもうね、キスビーさん自体、裏キスもそうやけどね、まあもう知ってる方がもうほとんど、だってグループ10年。そうです、グループ10年やってますね。え、10年ということでね、で、まあ一旦ね、ちょっとどういう経緯で仲良くなったかを言わせてもらうとあれいつやったかな、3ヶ月ぐらい前、もっと前かな、そんなに経ってない、経ってないえ、なんかね、コラボで YouTube をそう撮ろうってなって、わちゃちゃんの YouTube もそうやし、ウラキスさんもあって、まあ、それはね、大人のおじさんたち同士が盛り上がってやろうやみたいな、ね、ここ自体はもう初めまして、ちゃんと喋るのは。あれ朝めっちゃ早かったよな。朝早い、初めましての朝早くて超むくんでる顔で虫食うみたいな
朝あの9時ぐらいから虫食うはこっち側で、うん、一発目あのなんかあのまた見てほしいねんけど、どれが本物のおっぱいか当てようゲームみたいな、深夜2時3時に酒飲みながらやりたいような企画持ってこられて朝からね朝からやるやつちゃうて言うて、そう、でその時にあのまあ始めまして、でその時はわちゃちゃとキスビーさんでもう一組アイドルさんに張って、あの人数だけで言ったらむちゃくちゃおって20人ぐらい、そう20人ぐらいおって、でもお互い全員始めまして、もう名前も分かれへんから、それでもカメラ回されて急にで全員なんかその話振りたいけどなあこれ名前分からんからねえちょっといじりやすい人だけ覚えてのぞみがちょっとやりにくいかなってもうさすがに思っちゃって、うんうん、一番最初にのぞみ結構この人いじりをしちゃうんやけど、うんうん、こうパッて20人ぐらいを見た時に一番あこの子多分いじって大丈夫やなって思ったんがゆいちゃんやったんよ。そうなんかその感覚的にね、で、こう自己紹介とかしていくときに、まあ、みんなアイドルの自己紹介しててさ、ゆいちゃんがその時にそのすごいダメージの多めのズボン履いててボロボロのボロボロの履いてたで、あのめっちゃ初対面よ、初対面で、まあ、この子いじれるわと思ったから、うん、ゆいちゃんのバー行ってどうしたんこけたみたいな、ズボンズタズタに破れてんだよみたいないじりをしたんよ、うん、ほんなんかゆいちゃんも多分朝やったけどびっくりしたんか分からへんけど、うん、えみたいなめちゃくちゃなんとも言えん空気になってあやったこれみたいな、嫌われた嫌われた、はい終わったと思って、まず一人目嫌われたみたいなで、まあ、そっからね撮影がまあ進みまして、うん、まあね、なんかキスビーさんはちょっとずつこう打ち解けてはいったけど、あゆいちゃんだけは終わったわと思ってたもうそっから目も合えへんし全然喋らんしみたいな、うんうん、で、わちゃちゃの方のコラボした時も、うん、なんかそこまでなんかね喋らんくって、で、あはいはいもう嫌われてますはいと思ってほんならあれアットジャム、アットジャム、アットジャムの時に楽屋がたまたまねテーブル隣やって、隣だった、なんか急にねあのゆいちゃんがパー来てくれて、あのプロデューサーから飲みに行っていいって言われたんで行きましょうみたいな言われてあれ嫌われてなかったみたいなあれと思ってもうめちゃくちゃ最初なんか嫌われてると思ってたの、いやもうただの人見知り、そうでなんかうわ来てくれて、あれみたいな、でそこで LINE 交換して、ね、飲みに行こうみたいな、でそこからね LINE してたんやけど、そのいつ行けますかみたいなね、うん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 、話になって、これめっちゃゆいちゃんの可愛い話なんやけど、あのどうするみたいな、日にちどうするって言ってのぞみついつ行けるみたいなを送ろう思ってんけど、のぞみほんまにさ LINE 見えひんのよ、うん、見ましたよ YouTube でその話もう2000件ぐらい溜まっててほんまに良くない癖なんやけど、SNS とか見るくせに LINE 開かへんくて通知も取ってないし、うんうんうん、仕事のやつだけ通知あのグループ LINE だけ取ってるみたいな、うんうんうん、で溜まっ流れちゃってて、うんうんうん、ならなんか多分3つぐらい送ってくれてたんやけど、これいつにしますかっていついつ行けますみたいな、のぞみがたまたま返事を返せれてなくって、次開いたやつがゆいちゃんがむちゃくちゃ焦りながら長文ですいません私距離感間違えましたよねもうめちゃめちゃおもろくてすいませんあの私距離感本当間違えてますよねすいません、あの本当に本当は陰キャなんですけど、あの距離感間違えちゃうコミュ障なんですみたいな、本当にすいません、死にたい死にたい死にたいです、それがめっちゃ可愛いと思ってごめんごめんごめんみたいないついついけるって言ってすごい、だからうわ嫌われたからのスタートやからめちゃくちゃ、何この可愛い子ってなって逆にこっちが嫌われたと思った途中で、そうそうほんまにそれはごめんそうかね、ゆいちゃんもお酒好きや言うて、うん、なんかねこの前あの DJ イベント、あ、DJ やりました。そう、DJ するから DJ イベントしてて、うん、なんかすごいあの酔ってるゆいちゃんから動画が送られてきてまだそれぞれ飲みに行ったりもまだしてない関係性距離感間違えちゃう間違えちゃうからでもなんか嬉しいのがね、DJ イベントでうちの曲、わちゃちゃんの曲をそのやってくれてみたいな、コール2、そうコール2やりましたって言って送ってきてくれたはいいんだけど、動画開こう思ったらむっちゃ重くて
あれみたいな、全然ダウンロード終わらなくて、うん、見たらもうなんかフルで送られてきてたみたいな、そのなんかイエーイで盛り上がってイエーイだけじゃなくて、もうあの1から10まで送られてきてて業者の量送られてギガバイトがしっかり送ってた。でもほんまにだからのぞみは最初あやってもうたスタートやったからさ、うん、なんでこの飲みに行こうって思ってくれた、自分から聞くのきしょいけど、ちょっと恥ずかしがらずに聞いてくださいね。恥ずかしがらずに聞くわ、うん、そのなんか、うん、もう最初に会った時から尊敬が止まなくて、うん、え、YouTube ではズボンビリビリからそうズボンビリビリからあの時じゃあなんかえってなってたわ、すごいってなってたわそうほんまちょっとオンってしてたけど本当に、いや違う、私朝が弱くて、うんうんうん、そのもう寝ぼけてて、うん、そのメンバーさんの名前をとりあえず全員分覚えたところで、でもよね、そうもうフィンだった、うん、頭がそうだけどもうずっとレナパンちゃんがのカンペで携帯でずっと名前見とったこうやってって私が名前をまとめてメンバーに送っててとかね、うんうん、その名前を覚えるだからもういいやと思って、うん、たらそこでわちゃちゃさんとか特に遠藤さんが、うん、遠藤さんちょっと待って遠藤さんが遠藤さんってお隣の人の呼び方なんか25歳ぐらいだと思って、なんかすごいその、まあ、ちょっとカットされてたんですけど、うんうんうん、いや子役かよとか言っていじってたら、うん、まさか全然25歳とかじゃなくて気まずいと思ってちょっとなんか名字にさん付けした方がいいのかな、いいよなんか逆に気まずい、遠いよ急に遠なったやこんなあのタメ口でお互い喋ってるのに遠藤さん藤井さん藤井さん のぞみさん、のぞみさんがその、うん、いやみんな死んでる中でその 急にそうダメジーンズとかいじるっていうそのアドリブ力とそのなんか、うん、ここで俺は行くんだぜみたいなこのかっこよさがこの人すごいと思って寝ぼけてたのではちょっと追いつきなかったけど終わった時にああそういえばあの人すごかったいたなすごいなと思ってでそしたらその後裏キスメンバー全員、うんうん、遠藤って人すごいそういえば終わってから後日、うん、みんなそういえば喋りかけてくれるけどライブですれ違ったら、うん、遠藤さんって言ってたわ今思えばえいちゃんだけ案外気にしてなかったけど他のメンバー全員すればあなんかみんなおはようございますおはようございますみたいな他のうちのメンバーにやのに、うん、全員なんかあ遠藤さんおはようございますそういえば言ってたわヤグラちゃんモブピちゃんって言ってる、うん、そうやねそう遠藤さんだけ遠藤さんなんでななんでな遠藤さんみたいな顔してません皆さんいやなんかそのなんか標準感すごない遠藤さん日本人におる名前、うん、それで尊敬が止まらなかったから、うん、その私アイドルさんが好きで、うん、その先ほどの方も言ってらっしゃるんですけどコラブさんそうなんです、ね、私野口よりが大好きででもあの推し一緒推しかぶり敵地なんでごめんなさいあいやでもそこまでガチじゃないごめん怖目怖目怖危ないあの中ではっていうああよかった、うんうんうん、そうでもうアイドルさんでそうそのパフォーマンスもそうですし、うん、アイドルとしての志とかそういう方にめちゃくちゃ惹かれるんですよちょっとさ雰囲気とか似てるよねずっと思ってたんやけどありがとうございますちょっとおねえなありがとうございますそうずっと思ってたそれはほんまにイコラブさん好きとか知らず、うん、初対面の時に思っててひとみちゃんっぽいなってだからファーストインパクトというかね、照れずに聞いてほしいんやけどうわ、画面好きってなったんよ嬉しいやけど、嫌われたやからもうシャッターガシャーン閉店お前がお前がそうなんよ、でもね、本当にこの前もライブとかでさ、うん、あれなんか2人でねやってるやつとかもさわちゃちゃの曲やってくれてありがとうコール2めっちゃ大変じゃないいやコール2大変なのにダンソンやってくれとったもんね2人でやって、うん、その本当は私はのぞみさんパートでコールをやりたいけどさすがに2分の1 1人にずっと歌わせるのはかわいそうかなって思って、ねうん、一緒に歌ったんですけどダンソンだけしたくて、うんうん、ダンソンしてそうでも歌いながら
オタクするのめっちゃ大変じゃない大変ですね、最近そのちょいちょい仕事とかでメンバー一人かけるみたいなんで、ライブ、でもコール2大体あそうそうそうほんまにまさにそうポケカ野郎が休んだりするから、そのパートを歌歯打ったねバレた距離感がビールと口との距離がカーン言うたよマイク打つタイプ口マイクで切れるタイプ一緒、ね、めちゃくちゃ血出る時あるもんあのライブ中それこそダンソンで多分5回ぐらい口切ってるダンダンでダンでバーンって口切れ気合い入れてるんだでもなんかもうねゆいちゃんの話にあれやけどキス B さん自体は、なんかのぞみの勝手なあれやけどもう本当にあのアイドル戦国時代からあるもうザ王道というかもうこれがアイドルだって感じやんかだからなんかそのめ珍しい人おるなって感じでもそのメンバーさん一人一人はちゃんとバラエティで、ちゃんと言ったらなんかすごい偉そうやけどなんか一緒にね結構体張ったやつとか虫食べるとか最近やったけど、一人一人ほんまにやるからもうキス B さんがああいうバラエティやったらあかんのよ顔いい人らが集団がやったらもううち何もでもうなくなるからやめてやめてほんまにもうのぞみあの日わちゃちゃ側撮ってる時それこそねこうホースで虫真ん中入れて肺活量でどっちが虫食べるかみたいなそういうのとかやったんやけどもうなんかやめてくれと思っとったもんね前向きにさみんなはい全然虫いけますみたいな感じやからうちの方が虫無理みたいなメンバーおったからいやいやもう断ってくれと思ってけど断れよと思って何でもできますちゃうねんと思ってもうあかんよ悪いよ君たち私たち逆に言うと清楚系一人もいないですえいないでもすっごいなんか勝手なイメージかなめっちゃまあそのライブとかはまあ確かに曲中だけちょっと清楚にしといて、衣装もね裏キスの方が本性なんで割とああなるほどなるほどでみんなガニ股で歩いてるしそうだからまあいいんやけどね、すごいその裏キスで知った人はライブ見に来たらそうやしライブ見てて裏キス見た人はもうほんまに温度差で確かに高低差なあれがいいけど YouTube から来てくれた方は、あこんな意外と真剣にアイドルやってるんだとかギャップ萌えしてくれてめっちゃうなずいてるわありがとうありがとうそうめっちゃねその、思ってくれる方が多いんはいはいはい逆にライブの方の清楚ぶってる私を見て初めましてしてくれた方は、YouTube とかまあ、配信とかでも素の自分が出てるから、そっち見て来なくなるなるほどね、なるほどね、逆のぞみその逆やからさ、逆というか、なんか結構 YouTube で、うちやっぱり8割ぐらい YouTube のお客さんとか、YouTube で知りました、YouTube でこう結構、わーってなんかやったりとか、すごいなんかビジネスやべえやつやってるから、ほんまはスタッフの引きこもりあるっちゅうやのに、もうめちゃくちゃビジネスやばいやつ、めっちゃ尖ったこと言うたりとか、なんかしてたから、怖がられて。そのライブに来られてライブもあんなオタクとかするし、特典会に最初来てもらわれへん、で来て喋ったらあ意外と普通なんですねって言われるからなんかどっちがいいか分からへんよね難しい難しいねえ来えへんのも嫌やしねそうそうそう来るまでの道開くのもむずいしね難しいねえいやのぞみはそのままが好きやけどねそうだから喋り方とかね割と優しい感じやからもうずっとなんかふわってしてんのかなと思ったら意外と喋るとおもろんないから嬉しい。いや関東やんね。関東です。めちゃくちゃ関西かあるわね。普段喋っとったら。キャラがね。もうちょっとあと3缶ぐらい飲んじゃおうかな。嬉しいのそれは。嬉しいの。嬉しいの。そのなんかグループの中で一応キャラとかってあったりするの。なんかキスビーさんってなんかそういうのあるんかなって。ゆいちゃんだけでもけど私はもっともっとただの問題児でそうなんそうなんですスタートがなんかどういうの全く記憶にないけど、そのなんかスタッフさんに怒られながら、その話を無視して寝始めたこの年になってスタッフさんに言われて、記憶にないんですけどみたいないやどこの政治家やねん
え、怒られてる途中に寝るってこと？こう、え、寝てたらしくて、とか、そのなんか怒っ、何で怒、ゆいちゃんって何で怒られるの？その言える範囲で、言える範囲で、うん、で、わしは本当に朝が苦手で起きれなくて、もう今はあのようやくちゃんと、はいはい、あのアラームをつけれるようになったんですけど。なんでアラームせえへんかった今まで。あ、する前に寝ちゃってた。する前に寝ちゃって、体力が多分そもそもなくて、うんうんうん、アラームつける前にも寝ちゃってて、はいはい、あの千葉に住んでるんですけど、うん、千葉に帰る前もずっと寝てて、そう、ね、家ついてめっちゃ遠いね家、もう玄関でそのまま寝てるみたいな日常。そうなんや。遅刻ばっかりしてて、あ、なんかあのスタッフさんが悪いわけじゃなくて、本当に怒られるのは 100% 私が悪かったけど、うん、そんな中で、うん、説教中に寝てるみたいなことがあって、あ、寝てることに対して怒ってんのにさらに、ね、追い寝る追い寝るそれは確かに怒られるな。なんか多分、うん、さすがに反省はしましたね、それ聞いて。あの人様に対してなんて申し訳ないことをしていたんだって、うん、いやー、まあでも朝弱いわかるよね、酒飲みはね、うん、夜から本番やからね。そう、朝起きてる意味わからんしね。すいません、そこまでじゃありません。すいません、一緒にしないでください。ほんまほんま。そう、じゃあ問題児スタートして、まあでもグループ入って、入って、もともとはキスビーのオタクをしてて、あ、そう、言うてるレナパンちゃんって、あ、そうです、ね、レナパンさんのオタクをしてて、うんうん、そのまま、オーディション受けて受かって、うん、だからもうキスビーになるためだけに芸能界に入ったみたいな感じでやってたけど、うん、そんだけ憧れやったグループで寝坊するのやばいな。本当にすごい普通、もうね、もうバチバチ朝早起きてバチバチの顔で行くけどね、憧れの人ったらね、へえ、おもろいな。まあでももうゆいちゃんも何年、今9年目で、すごー、そう、なんかギリね、多分のぞみもあんまり記憶その時ないねんけど、うん、前世のグループが9年前ぐらいやってて、うん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 、なんかちょっとキス B さんが1年ぐらい先輩でおるなって感じやったんよ。で、大きいライブとかで一緒になってるみたいな感じやって、だからもしかしたらでギリ出会ってたか出会ってないかやったんかなって感じ。なんで話しかけてくれねーの、いやいやいや、ちょっとね、変な事務所やったからね。あの、アイドルと喋ったらあかんっていうわけわかんルールがあったよ。そうだから写真とか言われるやん、写真撮っていいですかみたいな、なんか忙しいふりして急に、あ、ちょっと待っていいですか、あの汗が来るみたいな、どっか遠いとこ逃げるみたいな、やばいやつやっとった。難しい、ほんまに難しい。いや、ちょっとほんまにね、めちゃくちゃプライベート話したけどね、時間がちょっとようやく近づいてまいりましたんで ね、もうあのソロぼち終わらないといけないんですよ。最後に一個だけ、はいはい、今日どうしても言いたいことがあったんですけれども、うん、そののぞみさんの、うん、とか、てか、あ、ごめんなさい、全メンバーのツイキャスを見に行ってて、配信とかSNS とか、うん、普通にそのコラボをした後に、うん、全メンバーさんへの個々へのリスペクトが止まらなくて、普通にファンとして見てて、の中でツイキャスを聞きに行ったら、うんうん、のぞみさんの包み込む愛みたいな、包み込む愛、うん、包み込む、え、皆さん感じますよね。ちょっと分からへん、包み込む愛があるんですよ、うん、ほんま、なんか話し方一つとか、うん、言葉選び一つ一つにそうかな、うん、なんかあの人への思いやりとか愛とか温かさを感じて、うん、え、あ、もう本当に素敵な人間だと思って、ありがとう、こんな人間になりたいと思って、うん、嬉しい。そうだからちょっとその能力ちょっと奪っちゃおうと思って、いやー、なん、全然のぞみ意識して、そこは本当に意識してなかったから、うん、全然奪ってくれて大丈夫なんやけど、ありがとう、なんか嬉しいわ。嬉しい、いやー、それだけ今日言おうって、ありがとう。なんなん、うん、酒進むな。イエー、乾杯。いやー、乾杯。いや、もうこのラジオさ、多分知ってるかもしれんけど、うん、武道館来てやみたいなやつなんよ、うん、来てくれるよな、行く行く、はい、状態成功成功、イエーイ、いやいやいや、200円は成功成功。あのこれ入れるから、あ、でもこれ、ゆいちゃん専用やから、うえ、お宅の人に配ってよ、欲しい人、30枚無料で、ね、無料で入れるから、来て来て。みんな連れてこう。
なんか告知とかあります最後。あ、告知なんですけど、この今ね、うん、いただいたんですけど、はいはい、ワンマンライブ、私たちも11月11日にキスビーの10周年アニバーサリーということで、うん、ワンマンライブが渋谷デュオさんにてあるんですけれども、うん、今ようやくね、あのチケットの販売も始めまして、うん、皆さんぜひぜひ来ていただけたらいいなって思います。今はこんなね、うん、ただのハッピー野郎に見えてると思うんですけど真面目な、実はねちょっとライブにかなり真剣なタイプで、うん、もうみんなを惚れさせちゃうくらいかっこよくライブしてるので、よかったらぜひ行かせていただければと。はい、ありがとうございます。のぞみもあの行こうとしてるんで今んとこ。この時間がまだケツ出てないからあれだ。ケツ出ちゃった。お尻が出てないですけど、お尻が出次第行かせていただきます。ぜひともお願いいたします。はい、ということでね、皆さん11月11日、はい、ぜひ行ってください。ということで駆け足ちょっと終わらせていただきますけれども、本日のゲストは1組目破天荒ヒロイズムさん、そして2組目藤井ゆいちゃん、キスビーさんからね、来ていただきました。もう本当に今日はね、もう個性たっぷりの回でございましたけれども、はい、また次回の放送も楽しくさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。